フェルディナン・フォッシュは、フランスの陸軍軍人。スペインとの国境に近い南西部のタルブに生まれ、志願兵として、不仏戦争に従軍している。1895年から、フォンテーヌブロー砲兵学校で、戦略戦術論を教授し、戦争の原則、戦時統帥論などを表した。1907年に、少将、1911年に中将に承認し、 第13不評師団の師団長、翌1912年に第8軍団の軍団長、1913年に第20軍団の軍団長に就任。マルヌ海戦の直前の1914年8月29日に新たに編成された第9軍を指揮、10月4日に北部軍集団司令官に任ぜられた。その後もいくつかの戦闘に参加している。 1918年3月26日のドゥラーズ会議において連合国軍総司令官に就任、同年8月にはフランス減衰の称号を受けた。連合国を勝利に導いた軍人として称賛を受け、1919年にはイギリス陸軍減衰、1923年にはポーランド減衰にも助せられている。パリ講和会議においては軍人のトップとして、 ドイツやボリシェビキ政権に対して非常に厳しい軍事的措置を主張し、ジョルジュ・クレマンソー首相との関係も悪化している。戦後の1925年から1926年にはドイツ非武装監視委員会会長を務めた。1929年3月20日に没死し、ホテルでザンバリッドに葬られた。ありがとうございます。